ダラポルタ選手とは、ずっと後ろについていってたんですけど、彼は結構速くて、後ろについていくのがやっと で、抜こうとしたんですけど、抜けなくて、なかなか抜けなくて、で最終ラップの最終コーナーで抜こうとしたんですけど、彼はすごいハードブレーキングで、で抜けなくて、で2番手でした。でまあチャンピオンシップでも悪くないんで、次のアラゴンでももっと前優勝目指していきたいと思います。そうですね、チャンピオンシップはそのダラポルタ選手と、ダラポルタ&レベンダ、この2人の選手が多分これからも争っていくと思うんで、マークしていきたいと思います。